はい、おはようございます、カビパパです。今日はね、高尾山にやってきました。ここはね、高尾街道で、今回行くのは、いつものコースとは真逆のですね、いわゆるね、セブンサミッツっていうね、南高尾の、7つの峰を越えてね、それで高尾山に戻ってくるというような地図をね、見ていただくとこんな感じでね、ハートマークになるんですよ。ちょっとそのコースをね、今回行ってきたいと思います。あ、これか。え、こここの道行くの？この道行くんだってまあね、これもう民家の中なんで、いろいろ騒いでると怒られちゃうから。はい、じゃあ行ってみましょう。昨日かなりこっち大雨が降ったそうで、ぐちょぐちょ濡れてます。何人かのね、山友さんから、このセブンサミッツの道は、雨の後相当ぬかるむんで、カブババさん気をつけてねっていう、お便りメールをいただきましてね。いや、まだまだね、この辺は落ち葉がいっぱいあるんで登りやすいんですけど、この先ちょっとどうにかね、どうなるか分かんないんで、今日はね、本当に滑って尻もつかないように気をつけて歩いていきたいと思います。僕の山動画はもうほぼね、9割方 GoPro ヒーローシリーズで撮ってます。今まではね、で今回ね、こちらのカメラを使ってます。決して最新のカメラじゃないんですけど、2年ぐらい前ですかね、発売になった、オリンパスの OMD シリーズ、EM5 の Mark III ですね。それにね、F4 のプロレンズをくっつけてるんですが、今回はこのシステムで、最初から最後まで撮っていきたいなと思います。おお、明るくなってきた。そうだね。そうこの草と峠の方行くっつった。白山湖、峰の薬師方面、こっちですね。おお、上りだよ。やっぱさ、東京の山だよね、高速道路の音が聞こえますはい、今日はね、セブンサミッツということで、セブンサミッツですから、7つの山を行くんですけど、一応教えてもらったのが、草戸山、あと江の久保山かな、あと太閤寺山、入沢山、中沢山、コンピラ山、大道山かな、大洞山かな、この7つです、ね、頑張っていきましょう。ベンチがあるよ。いや、草戸峠まだまだ先だ結構、こんな感じなんだ。
草津峠か。はい、峠を降りるわけですよ。またアップダウンだよね。はい、行ってみましょう。じゃあ、うわ、あー、これ草と山ね。里山ね、山頂はちょっと広くなってまして、神社があって、これ立ち入り禁止ですけど展望台がありますね。はい、じゃあね、だいぶゆっくりめペースなんで、あんまり休憩してらんないんで、こっちですね。どっちだろう、2つあるな。いや、いきなり8つほど階段降りるよ、これ。いやー、またね。いやね、草戸山の方から来たんですけど、あ、江の久保山って呼ぶんだ。こっちね、また階段かよ。行ってみましょう。まださ、セブンサミッツのうちの、いや、1座しか終わってないんだけど、2座目がすぐそこなんだけど、いや、もう体力はね、もうセブンサミットのうちの6つぐらいまで行ってますよ。いや、アップダウンがね、最初ヘラヘラ笑ってたけど、いや、きついわ、ここは。今の季節だからいいけど、これ夏なんかやばいね、これね。うん、おあそこが山頂かな。よいしょ。はい、2座目、江の久保山です。こんな感じですね。いやね、正直言ってね、セブンサミット舐めてたよ。舐めてた。うん、体力が尽きようとしてるのに、7つのうち2つしか。やべえな、これ。はい、じゃあね、行きましょう。次の山は太閤寺山です。お、またワンちゃんだ。はい、すいません。まだかわいい。ああ、ここも峠ですね。分岐になってる。ここはなんだ、三沢峠だって。三沢峠、ここはだいぶね、分岐になってますね。五砂路ぐらいになってるじゃない。いや、いい道だな。もう最後までね、この辺の感じが続くことを祈りますよ。お、トーテンポール。なんだ。おお、フクロウじゃん。すごいすごい。ああ、いい休憩スポットになってますね。もうすぐ山頂のわけだけどね。
はい、分岐ですね。分岐こっち、あ、ここを登り切ると太鼓内山じゃない、なんとなく地図だと、いやどうもこれは、着きました。はい、11時4分太閤寺山を後にしてね、次のお山に向かいます。まあ山頂からだからね、こっから下りになりますけど、また絶対登り返しが来るんで、ちょっとね体力なるべく使わずにゆっくり降ります。お、ちょっとね休憩スペースがあるんだけど、あ、わ、ドラゴンだ。うわ、すごいすごい、顔がちょっとドラゴンボールっぽいよ。鳥山明風だよ。これは立派な彫り物だわ。すごい、目力がすごいな。はい、ここね標識ないんだけど、左が巻き道で、カウママが登っていく方が入沢山への登山道です。まあちょっと標識ないんでね、分かんないんですけど、踏み跡はしっかりあるようですね。行ってみましょう。はい、あそこか、はあ、おお今までの山の中じゃ一番展望がありそう。これが入沢山かの、はあ、入沢山ですね。天空レスト、おう、天空レストラン。あっちがあれじゃないの、裏高尾の稜線じゃないのね。えそうだよ、あそこが高尾山だよ。いや、ここは素晴らしいね。はい、じゃあね、入沢山を降りてきて、まあ縦走路に戻ってきたんですが、もう桃がねプルプルいって本当に釣ってきちゃって、ね、でまあそんな状態の中で今が中沢山の方に向かうんですけど、まあ途中でリタイアするかもしんない。これベンチがあるけど、高沢山は登ってく感じですね。本当登るんだここ、いや、どうだねこれ。登り切った。こうだね。ここはね中沢山かな、中沢山の山頂、あったかい、スープパスタと、冷たい冷やし中華。カウマは蒙古タンメン中本、そう、あったかいスープと冷たいおひたし、
体ね温まったスープパスタねもうすぐコンピラ山なんですけど、多分分岐こっち側ですね。ガーって岩場みたいになってるとこっちを登っていくようですね。で多分てっぺんがコンピラ山だと思います。行ってみましょう。山頂っぽいな。すごいリュックかけがある。あ、あった。コンピラ山山頂です、じゃあね、7分の6が終わったんで最後ね、まあ、最後してもね、あの山登るというか縦走路の途中にあるんで、そこを踏んで戻りたいと思います。もう山頂かな。あ、来た。来た、7つ目大道山、大洞山。はい、山頂はね、こんな感じですということでございましてね、あとは降りるんだけど、一旦ここずっと降りると地図上だと甲州街道に出るんですよね。はい、ではね、甲州街道までとりあえず、滑ってね、尻もちつかないように慎重に降りていきたいと思います。わあ、甲州街道だ久しぶりに車を見た。なんかね、あるじゃないですか、あのそう、妙にね車の音とかさ、生活音が聞こえると安心すんだよね、山登りの最後の頃ってのは。はあ、あれ登り、あれ、あら、関東ふれあいの道なんだこれも。うん、これ渡って左行くと、小仏城山だって。なるほど。でもさっき言って城山まで行く気がないんで、大だるみ峠橋とりあえず渡ります。ああ、そういえばね、こんな橋あったよ言われてみれば、どうなってる、橋の下にバス停があるんですけどあの高尾のね、駅の方角行きのバスはなんか4時過ぎじゃないと来ないって書いてあるんで、あと2時間以上間が空いちゃうんで、本当はね、もう足がつってるんで行きたくなかったんですけど、あの高尾山のね、脇通ってく道があるんで、いや、ここですね。はい、ちょっと階段なんでもう涙が出そうなんですけど、ここ登ってね、まあ行くしかないということで行ってみたいと思います。はい足がねピクピクしてんだけど、甲州街道からね、ここまで登り返してきましたここはね、ぐーっと僕ら甲州街道こっちから登ってきて、1本2本、ここは違うかな、
ここもなんか行けそうな道だけど、まあとりあえずね、ここまで登ってきました。まああとは帰るだけなんで、なんとか頑張って帰ります。今日はね、セブンサミッツね、頑張ったね、まあ、無事に7つの峰をね制覇することができました。はい、今日もねご視聴いただきましてありがとうございました。カババでした。